お疲れ様です、ヌノンです。棚がないんですね。棚がなくてですね、あんな感じでね、あの荷物が地べたに置かれている。正直片付けが大変なんですよ。なので棚を置こうかなと思いまして、ニトリで買ってきました。棚をウッドシェルフを組み立てることで棚を置いて、もう家の荷物を片付けようかなと思いまして、今このニトリのウッドシェルフを組み立ててみようと思います。オープン。オープンするところちゃんとカメラに収めないといけないんだね、これね。はい、オープン。予想通り木が入ってるよ。普通ニトリのウッドラックモック6030-4D30 板4枚あります。4枚で、フレーム左右2つあります。こっちが左で、どっちが右なのか。で、こちらクロスバー、ウッドシェルフが歪まないように補強するものですね、これは。そしてネジプラスドライバーを使うのかな。コンビニか100均で買ったような適当なプラスドライバーを用意いたしました。組み立て方、まずフレームに A をつけます。フレームの後ろにクロスバーをつけるんですけれども、このクロスバーをつけるための穴がある方が後ろ側らしい。穴がある、これですね、この穴。穴がない方が表側で、丸みを帯びてるのが外側ですね。穴をつけます。ネジがなんか2つあるね。ネジと謎のネジを止めるためのこう円柱状のものがあります。これ受けネジっていうのか。この受けネジをまず棚に入れる。あ、これですね、受けネジを棚に入れる。ネジをこっちから刺した時に、ここの穴に受けネジを入れておくことによってネジが締まるということですね。それでネジを締める。はい、そしてこれをこう反対側もやると。止まった。これを1234枚板を止めていきます。なるほどね、分かってきたかも。この攻略法が分かってきたかもしれない。この棚のですね、内側にこう穴が開いてるんですよ。なので受けネジを押さえるときに、受けネジの方向が回らないようにですね、こう受けネジを入れるわけじゃないですか。入れたらここの穴から指を突っ込んで押さえてあげることで、こっち側からこう棚を持ちながら受けネジも止めることができて、さらにネジを入れやすいというテクニックを発見してしまいました。これはいいぞ。これならすぐできるかもしれない。反対側を、あ、楽ちん。これめっちゃ楽ちん。これ予想外の楽さなんだよな。よさげ。だってこれ棚さ、一応フレームと同じ場所に棚置いてるけど、これ穴いっぱいあるから、多分好きな高さに棚をセットできるんだよね、これ。しかもあのネジが突き刺すタイプじゃなくて、受けネジがあるから木にダメージがいかないから、多分後で自由に高さを変えることができる。あ、いい、結構しっかりしてる。でこのクロスバーを、あ、なるほど、このクロスバーは基本的に1回刺したら動かさないから、ネジは普通の木に突き刺すタイプのネジなんだね。で、この突き刺すタイプのネジでクロスバーを、というわけで完成。あれ、すげえ簡単。え、マジでこんなんなの。そしたらこの棚をここに、あ思ったより高いからマイクロソードが引っかかっちゃうな。まあいいでしょう。せっかくニトリ行ってきたんで、こういうのも買ってきました。こちら、いい感じに置ける袋。例えばこのちっちゃいのをこう置いて、こっちかな、こう置いてですね、ここに
例えばこういう DVD をですね、こういう感じでこう置いとくとかいいじゃないですか。あ、いい、いいね。あ、上なんかもなんかいろいろ置いちゃおうか。ぬいぐるみとかもいけるんじゃない、これ。あー、いいですね横の方がいいかな。あ、かわいい。タレプー、でももうちょっと大きい棚の方が良かったかな、プーさんは。いやー、なかなかいいね、これっていうか、作るのめっちゃ簡単だった。それで今日はこの辺で、終了しようと思います。お疲れ様でした。見てくれてありがとうございます。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひぜひ。というわけで、バイバーイ。またねー。